皆さんこんにちは。今日もしとしと雨のポートランドでした。息子と一緒に、恒例の1ドル映画に行ってきました。ということで今日のトピックスはこちらです。ネットフリックスですね。ネットフリックスこちらです。この返却用封筒なんですけれど、ネットフリックスというのは、このような、宅配 DVD 会社なんですね。契約者数は1500万人、全米にいます。そして220万枚1日あたり発送してるんですね。我が家は8ドル99セントを毎月払って、借り放題というふうになってます。しかしながら1回につき1枚なんです。ですので1枚見たら返して、そしてまた注文というような形になりますね。そしてこの会社は宅配だけではなくてストリーミングもやっております。ストリーミング、要するに、コンピューターで、見ることができるんですね。まあ特別な専用の機械があればテレビでも見ることができるんですけれど、このようなことをやっております。このストリーミングどんどん増えれば、ネットフリックスの、郵便代ですね、こちら、1年間で600万ドルとか言われてるんですけれど、これが節約できると。だんだんディスクがなくなって、ストリーミングの方に傾注していくんではないかなっていうふうには思っております。ということでまた明日。